が漁師の国、これが全部ブローニャ。ボロボロになってる。これがコア。うお。何が始まろうとしている。しまった。動けません。これは。ブローニャお姉ちゃん。岸君も海の中に。うわ、この BGM の高鳴り。おお。なるほど。かっこいい、ブローニャさん。あ、しかも歩いてる、ちゃんと。新たな移動方法を手に入れた。そのかっこよすぎません、それ。わあ、もうそんなビームももろともしないくらいのやつでは。うわあ、すごい。ライドオン。あ、おお、来た。なるほど。バイク、かっこいい。あ、BGM もすごくかっこいい。うわ、これはもう男性プレイヤーのロマン。うわ、すごい。こういうの大好きなんですよね、俺。こういう躍動感のあるというか、動きのある映像めちゃくちゃ好きです、俺。うわ、あー、しかも髪がほどけて、いやー、鳥肌がすごい、かすごすぎる。これがコアを手に入れた力。ゼーレ、今会いに行きます。
なるほど、そうですね。断りの律者のコアを手に入れ、自身の手に入って。うわぁ。あ、そうなんですね。これ、中国のブローニャの声優さんが歌ってるんですね。なるほど。とっても綺麗。うわもうこれを聞いた崩壊プレイヤーの方はもうバイク乗り始めるんじゃないですかバイクちょっと外行ってくるってなりません俺はちょっとバイク乗れないんですけど、免許は持ってますけど、ちょっと聞きながら走りたくなってしまう。うわーうわ、しかもこのいくつもの、この歌、曲かっこよすぎますね、うん、ですね、ありえたかもしれない未来のやつですね。これは素晴らしい。やってよかった、やってよかったです。ほんとこのストーリー、いや、どのストーリーもやってよかったなんですけど、いやー面白かったですね、この11章。いや、長かったからこその、いや、なんか全部が無駄じゃない、すべてのこの何でしょう、エクストラステージをやることについても全部が無駄じゃない、何もかもがなんか報われた感じしました次の行動座標で必殺技が、おー、あ、しかもこうやって、うわ待ってくださいよ、うわすごいすごいすごい、この戦闘はいいですね、移動もこんな感じにスムーズにできて、しかも火力も高い、へーいいですね素敵。この番組はホヨバースの提供でお送りしているぞ。